キックオフ山梨スタート。こんにちは。まずはキックオフ山梨ヴァンフォーレ情報からお届けします。ヴァンフォーレ甲府は16日までに3人の選手を期限付きで獲得しました。まずは J1 セレッソ大阪から松田力選手。スピードと精度の高いクロスを武器とする J1 屈指の右サイドバックです。続いて J1 鹿島から中村亮太郎選手。2020年から2シーズンヴァンフォーレでプレーし、通算7ゴールを挙げた攻撃センスあふれるボランチです。さらに J1 京都からはゴールキーパーのマイケルウッド選手が加入。身長196センチの長身で、東京オリンピックではニュージーランド代表の守護神として活躍しました。その新加入選手が早速起用されました。昨日の明治安田生命 J2 リーグ、ヴァンフォーレ甲府はジュビロ磐田と対戦し、0対1で敗れました。新戦力が持ち味を発揮するも、1点が遠い試合となりました。リーグ戦直近3試合勝ち星のないヴァンフォーレは、合流したばかりの松田を早速右のサイドバックでスタメン起用しました。ヴァンフォーレは序盤から磐田の猛攻を受けますが、ゴールキーパー山内が好セーブ連発。山内選手3試合目の出場でしたが、冷静なシュートストップ光ってましたよね。その中、新加入の松田は正確なクロスでチャンスメイク。さらに鳥海とのコンビネーションで突破を狙うなど、右サイドで存在感を見せます。攻撃を、スムーズにしたいなと思いながらやってました。周りとの連携だったりというのは上げていかないといけないですし、まあ、J1 でこうやってきたことを伝えていきながら、チームが向上していければいいなと思います。しかし前半43分コーナーキックを頭で合わされ失点。前節に続きセットプレーから先制を許します。追いつきたいヴァンフォーレは後半左サイドでの連携から三浦も決定機を作りますが、あと一歩ゴールに及びません。膠着した展開に篠田監督は新加入の中村を投入。すると積極的な攻撃参加で攻撃にリズムをもたらします。たくさんボール受けてゲームコントロールして得点狙えるところは狙っていけっていう話だったんですけど、ボランチが受けるべきポジションで、受けれてない印象はあったので、動きすぎずに真ん中でプレーすることを考えて。後半32分には中村が相手からボールを奪うと前線にパスを供給。これを宇高、ジェツリオとつなぎ、最後竹富がシュート。新加入選手が力を見せますがゴールは届く。0対1で敗れ、これで4戦勝ちなしです。はい、なかなか厳しい結果となりました。はい、歯がゆい時間が多かったですね。そうですね。まあ、ただその中でも新加入選手がそれぞれの個性を発揮するシーン多々ありました。出場しました2人は加入後、早速試合に出場する中、チームとして選手の立ち位置や切り替えのスピードに改善の余地を感じたと話していました。J1 の基準を知る選手たちですから、これからチームにいい流れをもたらしてもらいたいですね。それでは他会場の結果見ていきましょう。こちらです。首位町田と清水の対戦は3対2で清水に軍配。東京ヴェルディはいわきとスコアレスドローに終わっています。続いて暫定の順位表を見ていきましょう。ヴァンフォーレは勝ち点47のまま順位を2つ下げ9位となっています。自動昇格圏に磐田との勝ち点差は10に広がっています。そして今季も終盤戦に向けまして、 J2 リーグ混戦となってますから ね、 次に向けて頑張ってほしいです。この試合でもきっちりと今勝ち点差迫っていますから、はい、まあ、1試合勝つだけでも急にグッと上に上がりますからね。そうですね、6位から9位までね、同じ勝ち点ですからね。はい、しっかり並んでいますので勝ち切ってもらいましょう。では次節です。26日の土曜日、アウェーでレノファ山口 FC と対戦です。次こそ勝利を期待しています。
さあそしてプレゼントのお知らせです。 J リーグのファン・サポーターの皆さん必見、週休マガジンによる J リーグ開幕30周年を記念したスペシャルブックを3名の方にプレゼントです。はい、全60クラブのエンブレムのルーツや J リーグ開幕ユニフォームの誕生秘話、懐かしの応援グッズの紹介など、30年間の J リーグカルチャーを凝縮した一冊となっています。 YBS アプリの奥応募するボタンをタップしてプレゼントのアイコンを選んでご応募ください。締め切りは来月3日となっております。さあ続いてはなでしこリーグ2部 FC 富士桜山梨です。リーグ中断中の今、新たな取り組みを始めました。今回のスポーツイベント教えるのは FC 富士桜山梨と山梨クイーンビーズです。山梨の女子スポーツ盛り上げるぞ。おー、昨日、富士吉田市で開かれたスポーツ教室。今月、連携協定を結んだ富士桜と女子バスケットボールの山梨クインビーズが今回初めて開催しました。参加した小学6年生以下の女子およそ30人は経験の有無にかかわらずサッカーとバスケの両方にチャレンジ。この後、ハンデをつけた変則フリースロー対決も行われたほか、サイン会も開かれました。スポーツを通じて山梨を盛り上げたいという気持ちはクイーンビーズも富士桜も一緒だと思うので、一緒に盛り上げていけたらなって思います。今後もこのような活動が続くと思うので、もっともっと盛り上げていけたらいいなというふうに思います。ぜひお願いします。やりたいです。次はサッカーを通した国際交流です。甲府市のユースポーツクラブが企画する海外サッカーチームとの交流を取材してきました。子どもたちがサッカーを楽しんでいますが、よく聞くと聞きなじみのない言葉が聞こえます。アジア圏の台湾、香港、上海の少年サッカーチームが山梨で行った交流会。この交流会はヴァンフォーレ甲府の元監督で中国のプロリーグでテクニカルアドバイザーも務めたユースポーツクラブ顧問塚田裕二さんが企画しました。コロナ明けで今まで滞っていた部分が一気に爆発したっていう感じですかね。まあ、この7月だけで3カ国の仲間たちが大勢来てくれたことは非常に我々にとってはね、喜ばしいことです。海外から初めて日本、そして山梨の地を訪れた選手たちは、感觉日本小孩踢球非常好，他们的身体对抗非常好，要多多学习。一方、山梨の選手も、実際に聞いてみたら喋ってくれたし、ジェスチャーでやってすごく楽しかったです。言葉は通じなくとも、サッカーという共通言語の中、一緒にプレーし交流を深めた選手たち。サッカーの合間には流しそうめんや山梨ならではの観光なども行い、楽しい時間も共有しました。そしてこの企画は選手同士の交流に加え、アジア圏の指導者育成も大きな目的となっています。上海チームのコーチは塚田さんのコーチングを動画で撮影しながら指導方法を学んでいました。子供を引き出すっていう、Why とかっていう、そのなぜっていう、問いかけるっていうのを指導の方法として使われてまして、上海では引き出すっていうところは少なかったかなっていう感じです。勉強になれましたので、アジアの中で日本のサッカーがリスペクトされてるっていう前提がありますから、もっと日本に来て学びたいっていうのが強くなってるのかなっていうふうには感じます。言葉が通じなくてもサッカーってもう楽しめるんだぞっていうことをちょっとでも分かってもらえばいいかな、これがきっかけで海外に羽ばたいていくきっかけになればと思っています。サッカーを通じての国際交流、そして塚田さんによるサッカー発展を目指す企画は今後も続きます。山梨の子どもたちももちろん、海外の子どもたちにとっても大きな夏の思い出になりましたね。そうですね。今日本人選手海外で本当に活躍していますが、そういった選手を輩出するために指導者の存在は欠かせません。これからの発展期待しましょう。